ボートレース福岡では今日から日本トーター杯が始まっています。初日の第12レースはおなじみファン選抜戦、今シリーズは朝倉市にお住まいの川波様に選んでいただいた6人が対戦します。1号艇福岡の篠崎元氏、2号艇愛知の西山翔一、3号艇岡山の吉田角郎、4号艇岡山の寺田千恵、5号艇福岡の中谷隼人、6号艇兵庫の小島和弘、以上の6名、本番も枠なりに作戦行動が始まりました。インに入るのが人気を集める1号艇篠崎元氏です。地元の看板レーサーとして期待が集まっています。今日の前半8レースは3コースからまくって1着、天地も好タイムを見せています。2コースにはベテラン2号艇西山翔一、当地は昨年12月にも優勝ゴールを飾っています。そして3コースに3号艇吉田角郎です。4月も連続輸出中とリズムよくここ福岡へやってきました。初戦はあっさり逃げて1着、3艇引っ張ります。4コース角1は4号艇の寺田千恵です。福岡では優勝4回を誇る女王テラッチ、今日の初戦は鮮やかなまくり出しで勝利でした。5コースには若松のフレッシュルーキー、現在8区の勢い5号艇の中谷隼人、そして大外6コースに6号艇の小島和弘です。枠なり3対3、1番2番3番4番5番6番の並び、スタートしました。4号艇の寺田がトップタイミングとなっています。その後は1番と4番が出ていきます。抵抗する3番ですが、それでもまくりに行く4号艇寺田、残せるか1号艇篠崎、まくり出しは5号艇中谷、刺して3号艇の吉田、バック側3番4番のトップ争いです。スタートは前提正常でした。まくった4号艇寺田対3号艇の吉田、岡山勢のトップ争い、すぐ後ろには5号艇中谷がつけています。2マークの旋回、先前は3号艇吉田、続いて5号艇の中谷、4号艇寺田と折り返してホーム側、先頭を振り切ったのは3号艇の吉田角郎です。トップは3号艇の吉田、2番手で4号艇の寺田、先頭2番手はまだ定冠僅差、3番手5号艇の中谷。これから2周目1マークの旋回です。トップターンは3号艇の吉田、刺していく4号艇の寺田ですが、2番手まで、3番手は5号艇の中谷、その内側から6号艇の小島が接近中。さあ3番手5号艇中谷の懐を通って6号艇の小島が上がっていきます。5番手が2号艇西山、1号艇篠崎はなんと最後方にいます。2周にマーク、前の2人は3号艇吉田と4号艇の寺田、そして3番手を守るのが5号艇中谷、切り込もうと6号艇の小島ですが、ここは届かず、逆に2号艇の西山がリードを奪って4番手に上がっています。上位3艇は3番4番5番の順、レースは最終周回、後続は2番6番1番です。3周1マークトップで回る3号艇の吉田、2番手4号艇の寺田、3番手で5号艇の中谷と抜け出していきます。上位3艇は3番4番5番、そしてもう一度接近してくる4番手が2号艇の西山、今度は3番手4番手5号艇中谷と2号艇の西山の定冠詰まってラストターンバック、先頭は今日連勝3号艇吉田角郎、2番手4号艇寺田千恵、そして3番手を守る5号艇中谷、なんとか3番手守りきりました。まもなくゴールです。3番ゴーリン、4番ゴーリン、5番ゴーリン、2番ゴーリン、6番ゴーリン、1番ゴーリン、以上前提ゴーリンしました。